はいそれでは本日は販売主に旧平成29年第79回4の6番マーケティングストアコンセプトについて解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されてありますのでそちらからご覧ください次の文章はストアコンセプトについて述べている文章中の四角の部分,に部分に下記に示すアーカラーをそれぞれの語文から最も適当なものを選んで回答用紙の所定欄にその番号をマークしなさいという問題ですまずこちらの問題に入る前にこのストアコンセプトというものは何かというものを説明していきたいと思います ストアコンセプトの前にですね、店舗の開発の手順があります、順序があります。まずは店舗のポジショニングですね、証券などを決めて、そしてストアコンセプトの確定が行われます。そしてストアデザインの描写、そして商品化政策の立案、動線計画、そしてフロアゾーニング、フロアレイアウト、スペースマネジメント、プ,ロプラノグラムといって、どん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 狭まっていくという流れになります。この狭まっていく中の大きい方のストアコンセプトの確定、これが今回の問題になります。このストアコンセプトというものは何かというと、 何が主力商品でどのような特徴があるのかを考えることであったり、誰のどのようなニュース、どのような独,独自能力を答えていくか、メインターゲットは、あとは商品のサービス提供方法はなどを具体的に決めていって、そこからスターデザインの描写が始まるという流れになります。なので、このような何がとか、どのようにとか、そのような具体的なものを決めていくというのがこのスターコンセプトになります。これを決めることによって、顧客にどのようなイメージを持ってもらおうかというものを決めていきます。 これがこのスターコンセプトの非常に重要な部分になってきますこのスターコンセプトの策定のプロセスなんですけども1から5まであります、まあ、問題に関しては3番までしか出ないんですけどもざっくり説明させていただきたいと思いますまず1つ目ポジショニングの評価と分析ですねこれを明確することによって自分の店舗の生存領域が分かってくるということになりますなので自分の立場さえ分かれば他の店舗より自分のところが優れているというものが分かってくるという流れになります この評価と分析なんですけども、主要顧客層はどのような年齢、あとは所得はどれくらいなのかを一旦仮説を立てますということですね。そして次に、主要顧客層の仮説設定ですね。ライフスタイルや顧客心理などを重視して仮説を立てていきます。そして次に、ストアコンセプトの仮説設定。メインターゲットに合わせたストアコンセプトのイメージを具体的に文章にしていく。まあ、基本的にはこれ、3番まで書かれているんですけども、このような感じのものが、 ここここの疑問文をにここに投げかけていっていいいっるということうなりますねそして4番、えー、仮説の有効性の検証ですねこれ。これだけ作ったイメージなんですけども、このアストアコンセプトのイメージがどの程度有効であるかというものをグループ,ループ,、えー、ループインタビュー調査、えー、いろんな人に調査して、えー、合っているのかどうかというものを検証するということですね。そして、えー、いろんな人にインタビューした後に決定または、ね、もう1回、えー、ズレがある場合に関しては1か2に戻っていくという流れになります。 なので、1、2、3に関しては基本的にこのような、具体的にはどのようなことをやっていくかというものを述べたものになります。こちらがスターコンセプトの策定になりますので、こちらも覚えていただければと思います。では、今回の解説を踏まえて、本題に入っていきたいと思います。当該店舗について、顧客が好ましいアを持てるかどうかは、スターコンセプトの策定によるところが大きい。この1番に関しては4のイメージが入ります。このような具体的施策を取ることによって、顧客にどのようなイメージを持ってもらうかというものが重要になります。 なので、あに関しては4番が入ります。そして次に、えー、ストアコンセプトの設定には、メインターゲットの明確化、商品やサービスの意などが効果的に組み合わせる必要がある。このいに入るのは4番の提供方法になります。このストアコンセプトの具体例の中の一つとして、えー、商品、サービスの提供方法はなどはがあります。 とはですね、まあ、メインターゲットとかとか、どのような独,独自能力で答えていくかなど細かくあるんですけども、このようにお客様の提供方法などを効果的に組み合わせることが非常に重要になってきます。これでスターコンセプトが決まって生存領域のが分かってくるという流れになります。なのでこの意、e、に関しては4番が入ります。それでは次。またスターコンセプトは時点のうを評価、評価を通じてメインターゲットやスターコンセプトの絵、さらにはその検証、 のプロセスを得て決定されるこのうに入るのは、えー、このポジショニングという言葉が入ります。ウに関しては2番です。この、えー、ポジショニングをの評価を行うということですね、えー。評価と書いてあるので、この評価ですね。ポジショニングの、えー、評価を通じて、メインターゲットや、そしてストアコンセプトの絵。に関しては一番、仮説設定ですね。ストアコンセプトの仮説設定、こちらが入るという流れになります。そしてさらにはその検証、プロセスを得て決定される。4番のプロセスとかの検証に行くという流れになります。 なので、この、えー、うと、エに関しては、この手順が書かれているという流れになります。なので、えー、うに関しては、えー、ポジショニング。そして、エに関しては仮説設定が入ります。そしてう、う、えー、ポジショニングは、えー、証券内の事前の果たすべき役割を明確化することである。えー、還元すれば、オの設定、をの設定を意味する。えー、この問題は、オ、えー、は一番の生存領域になります。このように、えー、言い換えればですね、 このポジショニングというものを言い換えれば生存領域、私たちの自分たちが売り上げを伸ばして、そしてずっと継続的に店舗を続けていくための生存領域がこれをぐるっとすることによってわかるという流れになります。なので、この問題に関しては生存領域が入ってくるので、おに関しては1番が入ります。以上のことから今回は、あが4番、いが4番、うが2番、えが1番、おが1番となります。